ケンさん。はい。ガイシャの身元は？それが手がかりになるようなものは何一つ所持しておらん状態で、今ハトと一平が失踪人リストを当たってます。年齢は50前後。身なりからすると会社の役員って感じでしょうか。北条君、それで逃げた星の車は？それがとっさのことで、それに暗がりでナンバーの方も。弁解はよしたまえ。とっさの時にこそ我々刑事の真価が問われる。そうじゃないのかね。まだまだのようだな君も。聞けば昨夜はだいぶ。あ、係長、昨夜の責任ならこのわしに。わしが城に飲めん酒を無理に。やめてください。自分はかばってもらいたくなんかありません。自分のミスは自分で刈り取ります。余計なことは言わんでください。